はい、こんにちは、ハリキジキューです。今日ご紹介されているのはこちらバイオハックですね。内箱屋さんから、ね、出る予定のゲームです。すげーかっちょいアートワークのゲームになってますけども、プレイヤーですね、遺伝子の、ね、元をですね手に入れていて、そこからですね新しいクリーチャーを作っていきましょうと、まあ、そんな感じのゲームになってるんですね。ちょっと変わったですねワーカープレイスメントっぽいんですけども、置いた時と引いた時ってね両方のアクション、そして周りのプレイヤーの人数も絡んでますよというね関係になっておりましたので、ね、今日こちらバイオハックにご紹介していきたいというふうに思います。The Game Gallery。はい、というわけですね、こちらねバイオハックをねご紹介していきたいというふうに思います。ご紹介する前に、ね、1点だけ注意でございます。こちらですね量産前のプロトタイプ版をお借りして今回収録しています。なんで細かいところですね、色合いとかですねコンポーネント、そしてルールも含めですね、これと完全に同一になるとは限りませんので、あくまでですねこういう感じのゲームになるんだなーなんてね方向性をですねご覧いただければなーっていうふうに思います。じゃあ早速ね中のをね上げていきたいというふうに思います。はい、こちらですねざっとね全部出してみました。なかなかねバイオチックのねクリーチャーたちがねたくさんいるようになってますけども、ちなみにこれはですね本当はこの下に置くそうなんですけども、今ちょっとね価格の関係でね3種類あるやつを1個だけこっちの方に置いてますね。本当はこの下にある予定のものになってますということですね。でこのゲーム何をやっていくかというと、こっちちょっと出てますけども、これ個人ボードになってるんですね。で個人ボードのこちらですね、これはですね各遺伝子のですね量を表すための自分のコマになってまして、この遺伝子を表すコマのところのこれをボードのこっち部分ですね、主にこっちの部分で遺伝子を入手していって、対応する遺伝子をこうガチャ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 ってこう取っていき、この遺伝子を消費することによってこのクリーチャーたちですね、ここのところのよいしょ、ここに書いているねこのクリーチャーを作ることによって特殊能力あるいは勝利点を獲得していく、そういうゲームなんですね。なのでこちらの方でペッてこう取ると、ここのところの払うとここにね勝利点とかついてますね。特殊能力ないけど点数が高いみたいなやつを作れると。私今置いたように 1,2,3 って3種類系3系統のねクリーチャーがいるので、こっちのところは主に勝利点がね手に入るんだったり、主に特殊能力が手に入るんだったりと系統が分かれていますので、自分のその時のプランに合ったキャラクターたちを作り上げていくと、そういう形なんですよね。なのでここのところにクリーチャーたちをどんどん作っていく、そのためには該当する遺伝子が必要になってくるので、ここに書いている遺伝子を早く集めて作ってこっちの方に置いていきましょうと。ただし各列ともに置ける限度があるのでご注意よと、まあ、こういう形の仕掛けのゲームになってるわけですよね。なのでゲームの流れとしては、こちらの方で遺伝子を集めてそれを消費することによってクリーチャーを取っていくっていうのをここで4ラウンド、結構短いんですね、わずか4ラウンド進めて一番点数を取った人が勝ちと、こういうゲームになってました。流れとしては一番最初のゲームの開始にですね、こういった科学者カードを1枚それぞれのプレイヤーが持っているので、この科学者に応じて若干最初封印されたりもしてますけども、特殊能力っていうのと最終的なスコアですね、これだとこいつのこの系統ね、ここに書いてますけども、この系統のクリーチャーをいっぱい集めてれば得点になりますよなんていうのをもらっているので、まあ、これを指針としてプレイをしていきましょうと、こういうことなんですね。でじゃあ各ラウンドがどういう進行になってるかっていうと、最初も若干の収入がありまして、その後にこれ若プレイなんですね、一応こんな風に各プレイヤー3人若プレイ持ってるんですが、これ順番に配置するのではなくて、こっち側ですね、マウンテン、リバー、ベースメント、バンク、ホスピタルって、ここの5箇所のところに該当するカードこうみんな持っていて、ここからね3発選ぶんですよ。じゃあこことこことここなんていうのをみんな同時に選ぶんですね。同時に選ぶとここをオープンして、じゃあ私はまずこれでホスピタル、じゃあこれでベースメント、じゃあこれでリバーみたいな、こんな形で全員が同時に駒を置いていくと、これなかなか面白いプロットしますよね。でそうするといよいよアクションフェーズになるんですけども、このアクションフェーズが面白くなっていて、まあぶっちゃけ言いますと、例えばここね、ここの2列のところって、まあもっぱらこの4種類のねこの遺伝子が、まあ、2種類2種類なんですけども、まあ遺伝子もらえるっていうところなんですね。でここのところはもう1個少ない、この哺乳類っていう遺伝子をもらえるっていう、ここで 1,2,3,4,5 種類の遺伝子がもらえるんですね。ちょっとこれだけねレアな遺伝子っての1個だけあるんですけども、ここ主に遺伝子もらえますよねってところなんですね。でここ金もらえますよねっていうところなんですね。でここのところはこっちからカードをね1回入手せないといけないんですね。1回カードを入手してその後プレイするっていうことになるので、ここはカードを買うっていうところなんですね。これ分かりやすいですよね、これね。なので遺伝子入手、遺伝子入手、遺伝子入手、お金入手、お金払ってカードを買う、これ金書いてますよね。ここだと2金1金1金とか、これただなんですけども、お金を払ってカードを買えますよっていうところが、まあ、決まってるんですね。でプレイのアクションにしたら、こっから自分の駒を
抜くんですね。抜くんですよ。そうするとここのところにあと何個いますかというこういうことなんですよね。で何個いるか量によって効果が変わるんですね。ここ残り2人いるので4人プレイでこっち見ると2枚買えるというわけなんですね。ガバガバっと2枚買う。こっちのところもたくさんいるので私がのけても例えば私がこう来てて4色あって抜いたら3人残ってるのでこの遺伝子が2この遺伝子が3とかもらえるんですね。いっぱいみんなと被ってるところから早く抜くとどれもこれも効果が強いんですね。人と被った方がいいとこういうパターンです、ね、なので次々とじゃあ私抜きます私抜きます私抜きますって言ってお互いの手番でだんだん抜いてくるっていうのはこっちなんですね。じゃあこっち抜いたやつねもう意味がないかとこそうじゃないんですこれ若プレイなんですまだねまだ若プレイになっててそこっちなんですね。こっちにも使うことができてこれここにいっぱい並んでますねこれラウンドごと全部変わるんですけどもこれも遺伝子がもらえるとか産金安く買えるとか遺伝子もらえるとかいっぱいいろんなものありますここね。でこれもここに帰ってきたやつをもう一回ご登場願ってアクションできるんですね。しかもこれは先着1名様なんですね。早く抜いて早く送るんですね。でもここまだ人数がいるからもうちょっとこっちから抜きたいですよね。でもこれを待ってる間にこっち埋まるかもしれないですね。これ先着1名様だから。でここにも固定のゾーンあるんですけどここってお金で遺伝子買ったり遺伝子をお金で売れるゾーンなんですね。で例の貴重なこの赤い遺伝子ねこれピンクっぽいやつかなこれはここで主に手に入るわけですけどもこれを手に入るなんていうところも何人でも入れるやつともうちょっと付加的なおまけが手に入るこれスタートプレイヤー手番順とかもここで変えるんですけど手番順を変えるなんていうところもこのちっちゃいところはこの下側プラスおまけ能力があるんですけどこれ全部ね先着1名様なんですね。ここで人数がたくさんいる間にイチャイチャしてちょっと多いとこは取っていきたいんだけどもうちょっとこっちやろうかなこちらなんてやってるうちにああしまったとこ思ってしまったってこうなるとこういうゲームなんですよね。なので手番のところではこっち来たやつはもう帰ってきませんのでこっちを引き上げるここのところで哺乳類の遺伝子をもらうなんていうのをしここで帰ってきたやつをこっちに出すじゃあこれの遺伝子をもらうっていうのを全員がするかまあ置き切る義務はないのでパスしてもいいわけですけどもこうするとラウンド終わりとこういう仕掛けになってる。でこれが全員終わると、まあ、アクションこれはおしまいなのでこれが全員の手元の方に帰って行きこれが全部吹っ飛んで新しいものに変わりこれは状況に応じて古いやつが抜いたり、まあ、売れてれば単に新しいやつが出てくるだけだったりしますけども必ず新しいカードと一定量は置き換わるなんていうことがあって絶対誰か買ってますからねこれこのクリーチャー作るゲームですからね誰も買わないってことはね基本ないんですけども、まあ、誰も買わなくても流れていくと。これを4ラウンド繰り返しましょうとこういうゲームなんですよね。なのでマイランド一番最初のところに特殊能力この自分の最初からくれてる科学者だったりこいつらのこういう特殊能力があるので特殊能力で一番最初のラウンドの最初にボーナスがありますかなんていうのやった後この手番順が新しくこれの順に変わって手番順がね後ろやったらボーナスがあったりもしてますっていうことをやって終わった後例のここから3択はみんなどこ行くかななんて言いながら3択をしてそこの場所に各自置いておきこれを効果すると次抜くアクションとこうなるわけなんですね。これ非常にシンプルな仕掛けになっていてほぼこれで大体全部なんですけども非常によくできてると思うんですね。ここ1名じゃないですかこれいつ抜いてももう効果一緒なんですね特に変わらないからこれね最終盤で注入されるかもわかりませんけどそういうことなんですよ。いつ抜いても効果同じなんですね。そうすると焦る必要ないですね。一番最後の方に抜いたっていいですよね。ここは焦りますよね。ここ4個とかあるから効果めちゃくちゃ強いんですね。ここも3個あるしじゃあここパッと取りたいってなったら次はここ2個1個だからもういいわっていうとこっちでいいとこ取りたいですよね。こういうたくさんがあるとこから取りたいっていうこととこっちのこの辺のところここの効果は使えるんだけどプラスアルファがついてるこの6箇所についてはマイラウンド先着1名様だっていうところがあるのでここのところも含めた早取りっていう若プレイっていうのは2段階構想になってるんですね。同時プロとしてこの人数で引き抜きっていうのと若プレっていうのとは同時にゲームが進行しているのでこのあたりねなかなか新しい感覚じゃないかと思います。しかもここのマウンテンとリバーについては遺伝子がたくさんもらえるんですけども危険性もあってこれを振って所定の大詰めが出たらこの人怪我してしまうんですね。怪我をすると実はホスピタルやなんかに用意されているここの薬を
使ってやらないと回復できないし、次置くのに制限があるなんてことがあったりするので、ある程度このホスピタルも行かなきゃいけないし、実はここのとこで薬を余ってれば貴重な遺伝子ももらえるなんてこともあるんで、ここのねランダム要素もちょいと入ってるんですよね。このランダム要素は若干好き嫌いは出るやもしれませんけども、ここもゲーム完成時には若干チューニングが入るかもしれません。お金を払って再振り直しとか今はできるようになってますが、いうこともあるので、この辺のワカプレっぽいプロットっていうところと早取りが合体していること、あともちろんですけども、このクリーチャーたちはマイラウンド途中で補充されません。もう本当に早いもん勝ちでバン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 いいのが抜かれていくし、それぞれのプレイヤーは途中に入ってきた科学者、最初から持っている科学者とか、途中でどの系統を持っていればより得点が入るなんていうのを持っているので、狙ってるやつは分かってくるんですよね。あ、もうあいつだって哺乳類だって集めてるものとか分かってくるんですね。それをお互いどうブロックするのかっていうところもあったりします。さらにこちらの方にもありますけども、このゲームによってこの系統の遺伝子を含んでるクリーチャーをこの数だけ作ったら、この系統の遺伝子を含んでるクリーチャーを作ったらなんていう順番で、途中で達成できたら達成できましたよ、達成できましたよとか、この辺にあります。さらにこの科学者の能力を解放して、めちゃくちゃ強いですこれね、正直ね、ここ解放なんですけども、科学者の能力を解放するとか、ここにもありますけども、この3系統ある遺伝子、ここここここのクリーチャーをいち早くいっぱいまでした、この系統をいっぱいいっぱいいっぱいっていうのをすると、ここの点数がもらえるなんていうのありますんで、この辺の早く特定種類のクリーチャーを作りきる、特定の遺伝子を持つクリーチャーなんかを作りきるっていうのによる追加特典もあります。もちろんこれね、こっちはゲームごとも変わりますけども、いうのもあるので、そうした特典要素っていうオーソドックスなところも見ながら、ここのアクションのワーカーを選択するっていうタイプのゲームとなっております。The Game Gallery。 はい、というわけですね、こちらねバイオハックをご紹介しました。いや、非常によろしいんじゃないですかね。このね、最初の方でプロットして、このワーカーを置き、そして人数に応じて引き上げて、こちらの方に置くっていうね、こちらの方は先着1名様がありますよ、こっちは多い方が効果がいいですよ、じゃあスタートプレイヤーどう取るんだっていうと、ワーカープレイのところに早く移ってね、この早く取るっていうところのアクションのところ全部おまけなんですよね。他の完全な効果を得られて、かつスタートプレイヤー取れるなんていうね、かつ手番順を上げられるって効果になってるので、無駄手じゃないんですよね。いいところへバカッと置くっていうところができて、このスタートプレイヤー取るところも非常によく考えられてるっていうゲームになりました。どうしてもですね、これね、ワーカーをボーンと置いて、そこの置かれた環境によって効果が変わり、引き抜くことができるなんていうとですね、スパイリウムを思い出したりするわけですけども、それとかなりプレイ感違うんですよね。抜いた後、そのワーカーをそのラウンド中に再利用するっていうところが非常にうまく効いていて、そこの作るところは最終的にクリーチャーを作りたいので、そのプレイヤーの得点傾向に応じて、皆々得意なクリーチャーがあるので、そこをガバガバガバっと、ここも早取りですよね。見えてる分しか買えないのにっていうところがいいんじゃないかなと思いますね。まあ、あくまでこれね、まだプロタイプ版なので、最終チューニング中とお伺いしてますが、仕上がりが楽しみな作品ではないかなというふうに思いますね。というわけで今回ですね、バイオハックをご紹介いたしました。たけむチャンネルの春99でした。はい、動画をご覧いただきましてありがとうございました。ザ・ゲームガイチャンネルですね、ボードゲームの専門チャンネルになっておりまして、様々なボードゲームのレビューとかですね、プレイレポートなどをお届けしております。もしですね、このチャンネルをお気に入っていただけましたらですね、チャンネル登録とかですね、個別の動画へのいいねボタンをよろしくお願いします。ザ・ゲームガイチャンネルの春99でした。